はい、ということでね、またちょっと遅くなったんですけど、これが6月16日のゲームですね。塩のバリケードなことも びっくりした。まあ、今ね、ちょっとあの喋ってたんですけど、いつもあのこの正面の左のね、あのバリケードの裏に白い斜めのね、あの大きいバリケードがあったんですけど、この日から撤去されてました。なのでちょっとね、攻め方が変わりました。うん、やね。おっぱい。おっぱい。で、これまだ2ゲーム目だね。まあ、ちょっとウォーミングアップかね、手当てて。最近あまり、ここを使わなくなってきだしたんですよね。こういう時にあの岩ちゃんが味方にいる時は2人で組んでいくこと多いんでね、あのスナイパーやっても結構安心感はあるんですよね。でここでね、味方の岩ちゃんはまあがっつり打ってるんですけど、ネット越しにね、一人いるんですよ。で、全然打ってこないんで、味方かと思ったんですけど、赤なんですよね。で、向こうもこっちは味方だと思ったみたいで。あ、広いっす。でこの日あの前日結構雨降ってたんで、あの湿度高くてもうゴーグルすぐ曇るんですよね。あの曇らないという意味のエッジなんですけど、ね、あの確かに曇りという意味では曇らないんですけど、あの汗とかで水滴つけても一発でダメになっちゃうんですね。でこの日岩ちゃん、あの次世代の金尾さんもおるわ、クリンコフに、シーマグつけてるんでね、もうガンガン打ってます。今ちゃんとね、結構いい感じに攻めてたのは攻めてたんですけど、あ、終了。反対側がね、あの抜かれちゃってフラグ取られて終わっちゃいました。敵の後ろとかでね、発砲したりして、驚かすことないように弾抜けするとこもね、気を使ってから弾抜けの方よろしくお願いします。顔見た瞬間驚くけんしょっぱな。なんやあいつ。銀行強盗って。そう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 。そのためのドラマグですか。もしかしたら後ろから撃ってしまうかもしれない。やり口さんの車線が取りやすくなってるかもしれない。まあ、そう、今見てるけど、どこがいいかまだわからない。草があったら岩ちゃん呼ぶけん。これ投げ払え。とりあえず落としてみる。さっきブーって言ったヒットで、俺を見ながら、あー。アントマー、3、2、1、スタート。雑い、雑なことしよるわ。若いの走れ、走れ。おっさんたち無理やで。もうこの時点で結構あのピンクに攻められてたんでね、いつもの場所行く前に結構足止めされちゃいました。やられてるし。いや、で最初はあの右に展開していく予定だったんですけど、左の味方がもう3人ぐらい一気にやれちゃったんかな。でもう岩ちゃんと左から行くことにしてます。
おやってくれ。カメさんが。ちなみにこの時は午前中は全員ね一回復活ありっていうゲームでした。まあそれもあって結構攻めてたっていうのもあるんですよね。あとちょいやのに打たれながら左で打つのちょっとまだねダメなんですよね。精度がちょっと欠けちゃうんで。やったカメさんやった。ああ中田やね。クワモンか。ないしょ。まあ、この日珍しくね、まあ、今もそうなんですけど弾幕張って戦うゲームが多かったですね。正面からの打ち合いしんどいな。本来仕事違うんやけど俺の。やった。コミちゃん死んだ。しょっぱいな。この日ね、岩ちゃんが怖い。フロートで。もうめっちゃ怖いわ、本当。ガンガンあんな感じで打ってね、意図してない敵を倒したりとかっていうのがね、結構多かったんですよ。たまたま敵を引かすためにね、投げ払うように打ったやつが全然違う敵に当たるってパターンがあったり。今日なんかあれっていうショット多くない？横から打たれた。横から打たれた。兄口さんのが一発首に当たったよ最初。そう。あ、浮いたと思って。ちょうど手狙ったんですけどね、手前の葉っぱ当たって右カーブかかって首いっちゃったみたいですね。でね、今ちょうど見えてる正面の部分ですね、前まで白くて長いバリケードあったんですけど、それがなくなって黒いビニール、これ今右に出てるやつですね、のバリケードに変わってます。まあブルーシートの黒板っていうんですかね。高知の KFB さんで言ってたやつと似たような感じですかね。まあこれもね、あんま長打にならないんで結構いいんですよ。あ、ブラケット終了。で、まあね、中央を戦ってるうちに味方が反対側から取ってくれて終わっちゃいました。でこれがね、タイトルになるとこのやつですね。半分よりまで全然いってない。同じく。ここね、ここなんですよ。下ね、上乾いてるように見えるんですけど、下が危ねえ、危ない危ない、ジュルジュルでね、こけちゃって、あるね。まあ、SSG はね、守ったんですけどね。滑るね、ここ。ほぼこの時はゲームというよりは銃のついちゃった泥をのけてるような感じのゲームでした。なのでね、もうその先のやつはカットします。まあ、何か倒したんですけどね、その倒したのもガンカメラまでね泥がついてて、よく分かんなかったんで。やめて、それはやめて。2にされたらたまらんな。で、さっきのゲームの裏ですね。打った瞬間一瞬でわかるわ。
ピンクが左、カメさんが前の白のバリケードの位置行ったよ。バリケードで、ここで組長を見つけて倒しそうとしてるところですね。了解。たまたまなんですけどね、敵見えちゃったんですよ。ちょっとこの日まあまあ人数いたんでね、回想さんの膠着状態が多かったんで残念クマも左がちょっとね、押されてたんで一旦戻ってます。いや、なんでバレてないの歌うのかなと思ったら後ろに店長がいたんですよね。よっしゃった。あと組長が奥に。おお、これ組長がいる。あ、当たった、ごめん。ここびっくりじゃんすよね。って聞いたんですよ。運よく気づいてくれなかったんで、こっちが先に仕掛けれました。あー、取られたか。ここで、反対側的にまたやられちゃいました。この日はフラグゲットで終わるゲームも多かったんですよね。でこれが最後のゲームですね。今回アタッカーが多くて、小島さんがまだ好きのバリケードおるね。ほぼほぼもう真ん中から右は行かなかったですね。結構人数がいちゃって渋滞してたんでね。でさっきいつもの位置でね、敵が近くにいたんで、あえて下がってます。こうしないとあの距離を打ち合いしたら明らかにこっちが不利なんで。これがギリギリのところで避けられちゃうんですよね。ネットショットが通ったネタをしてます。ここもですね、別の敵がもう一人いたんですけど、最近ほんとこの草が茂ってね、意外と見えないんですよ。立ったままだと。でちょっと視点を変えてね、軽くしゃがんで中腰ぐらいになってやると案外見えたりするんですよね。だから敵が見えないと思って油断してるとね、僕らみたいなスナイパーは結構隙間から狙うんでね、ちょっと注意して移動しなきゃいけないところですね。
にね、こうもうちょっとのところにあの車の裏が見えるんですけど、向こうから見えてるんでね、あの気をつけないとあのやられちゃいます。でこれでね隙間が見えたんで、感じでね、あの気抜くと結構なとこは狙われるんで注意しなきゃいけないです。でこれがもう本当に最後の終盤ですね。足音したんで銃構えてるんですけど、これ失敗してるんですよね。コッキングするの忘れてて、初段ハンマーだけが落ちる、あの中途半端に入ったんで、でサイクロン投げるけど両手も草の中入って不発っていう。でね、ちょっとこれで動揺しちゃってるんですよね。いつもだったらずっと右も注意してるんですけどね。ほんでね、もうちょっと右も注意しときゃよかったんですけどね。やられちゃいます。ということでね、今回の動画はこれでおしまいです。まあ、近々別の動画もアップしますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。